うん、左警察署で、ナビは左曲がってちょっとしたら右曲がれって言ってるんですよ。そうそう、うん、で右曲がってでも駐車場入れるんですよ。これ車線多いと曲がれないような気がするんです。警察寄ろう。警察寄らないですよ。嫌いだもん警察。なんか混んでるし。左方向です。はい、ちょとりあえずナビ通りにね左に曲がりますよ。警察署で運行しよう。いや、でやねん。まもなく右方向です。その先目的地付近です。はい、曲がったんですけれども、なんだこの渋滞。この渋滞なんやねん。はい、なんか歩いて桜を見物するっていうより、いやしないですよそんなこと。右方向でこの先実際の交通規制に従って走行してください。はい、うん、咲いてますね。で、私はね歩いてみたいんで、歩いて桜を見たいんですよ。あ、そこ曲がれるか。そこの交差点を右に曲がって、右にとりあえず右に曲がってみましょうかね。雨は上がりましたね。あれ、こっちじゃないのかな。体育館の駐車場もあるのか。そうっすか。これは右に曲がります。右に曲がって、あ、間に合わないか。あー、大丈夫だ、矢印。右に曲がって、お、タイムズがある。これでいいか。これでいいや。よいしょ。うん、あのね、タイムズ市役所第二駐車場、よいしょ、市役所第二駐車場がね入れたんで、ここに止めちゃいますわ。よいしょ、よかったよかった、駐車場入れた。ボタンを押してください。駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご入場ください。いやあ、この、え、何、どこ行くの。なんかスポットがあるんですか。花見スポット、花見スポットがあるんですよ。平面は嫌いなので2階に行きますよ。右折禁止。2階はどうやって上がるんだこれ。2階、あ、これか。止まれ、どうなってんだこれ。レンタル料金は5000円になります。なんでやねー。あれ、2階どうやって行くんだよこれ。わかんないよ。2階に上がれないぞこれ。まあいっか、まあいいや。はい、いや2階に行きたかったんですけどね、ここで止めちゃいました。上からの眺めて見たかったんですけどね。このまま回り続ける。やだやだ。
い。なんで酒買わないですよ。飲んで運転したらそれこそ終わりじゃないですか。はい、じゃあ駐車場に到着でーす。はい、皆様こんにちは、ふみふみでーす。いつも動画を見ていただきまして誠にありがとうございます。ですね、現在タイムズ相模原市役所第2駐車場にいます。こちらですね。あ、多分、あ、なんとなく見えたかな。こちらに今います。じゃあね、これからね、駐車場をね、出発したいと思います。まあこの付近にね、あの大きな桜並木がありまして、ちょっと今、ね、桜並木をね、見物してきました。やっぱりね、歩いてじっくり桜を見ると綺麗でした。うん、まあ車内からでもね、綺麗なんですけど、走りながらね、桜見るのも綺麗なんですけど、やっぱ実際走ってね、ゆっくり見るっていうのがね、やっぱ一番ですね。あ、出口あっちなんだ。ご利用ありがとうございました。お金入れなかった。またのご利用をお待ちしております。駐車料金かからなかった。よいしょ。というわけで、次の場所で会いましょう。